ヘメです。バイオンです。ヘメとバイオンチャンネルでーす。レジャーです。いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最近ね、はい、たまーにキャストの方って言い方でいいんかな、はい、からコメント来るのよ、動画に。夢の国の住人ね。はい。はい、これマジ嬉しくない？一番と言ったらあれですけど、マジで嬉しいね。なんか、しかも僕が見たコメントは、うん、なんか、まあ中身は一応置いとくんですけど、うん、なんか探してもあれなんで、すごいおしゃれだったのよ。はい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 、はい、私キャストなんですけどとかじゃなく、うん、ちゃんとその、こうなんていうんだろうな、夢の国での出来事をちゃんと教えてくれたので、うんうん、なんか大丈夫なの？いや、そのね、すごく嬉しい。そのあ、ちょっと歌詞の後に言います。でも、DM とかで、船長さんだったりだとか、ミッキーのお友達だったりだとかから、DM いただけると、すごく。なんでお前だけ DM 来んの？そんな、そうじゃない。その、行く頻度が違う。さあ本日の企画いきましょうか。はい、本日の企画が、はい、ディズニーの中でもこいつ来るんでしょうがないよねランキング。あ、これいいね。アンラッキー。はい、うん、アンラッキーということで、うん、これはちょっと不運すぎるなっていう。あ、まあいるよね。はい、うん、もうそれこそエヴァンゲリオンの碇シンジ君かのようなね、最近ハマりすぎね。というわけで、まあ不運ランキングなんですけども、うん、早速第5位から、はい、第5位がウォーリーです。ウォーリーか。作品なんとなくしか覚えてないでしょ。あ、まあ、マジ見たことはあるんだけど、ウォーリーの不運なのがですね、うん、まあもう地球でたった1台だけ、うん、ゴミ山の廃墟と化したところで一人でもう曇って毎日毎日作業してる、うん、もうビルぐらいの高さになるぐらい、うん、ゴミが、うん、なるぐらいせっせとせっせと一人で寂しそうにこう働いてるわけ、うん、テレビの中がもうお友達とゴキブリがお友達、うん、そんなウォーリーめちゃめちゃ綺麗な金ピカ女の子が降りてくるわけ、うん、で恋に落ちちゃうわけ。その女の子が急に連れてかれちゃうわけ、うん、えってなる。何十年とずっと一人でやっと来た女の子、行っちゃうの、ついてくついてくってなったらとんでもない事件に巻き込まれてる、うん、そんな不運スタートはかわいそうよねってなって第5位だから、もう抗えない不運よね。あれはもうそういう世界というかね、はい、でディズニー作品の中で言ったらありがち不運じゃない、うん、壊れちゃった、うん、魔法にかけられちゃった、うん、まあ、ありがちな、それの前に何十年という振りがあってのなんで第5位として、心クッとなる作品だった記憶がありますね、はい、すいません、チキンパオ3つ入れさせていただきましたけども、はい、続きまして第4位が、はい、こちらがトイストーリーのウッディです。まあまあまあ、はい、ウッディもそうか、はい、フーンか、はい、まあ、うん、そうだね、まあ、ウッディ自身にフーンが売り、はい、来てるっていうよりも、うん、ウッディの周りに。そうだね、はい、これ別作品なのが気持ち悪いですけど、コナン君。いや俺も同じこと言おうとしちゃった。ああ、そういうのあるよね。急いで別の出さなきゃいけない。マジそうだね。だから、はい、ウッディが黒幕なんじゃないかと思うぐらい、はい、ぐらい、うん、とにかく周りに。確かに確かに、ウッディは助けるためにトラブルに入っていってしまってますから。そうね、はい、うん、トイストーリー2のあれもそうですし、まあ1がね自分の身に降りかかってしまってるんですけど、そうだね、そっからはもう周りだもんね、はい、はい、うん、っていうような感じで、ウッディはちょっとかわいそうな、かよく起きてるなっていうような感じなんですけど、うん、続きまして第3位、はい、第3位がサリーです。おお、うん、サリー、サリーがですね、ちょっとウォーリーと似てるんですけど、うん、サリーあんなにも頑張って働いて、うん、成績も1位で、うん、誰かが、扉誰か忘れちゃってるよこれ、大丈夫、誰もいないな、大丈夫かなこれ、むちゃくちゃいい人、ここまで、うん、大丈夫かな、危ないかもしれない、うん、ちょっとチェックして回ったら人間がついてきちゃった、うん、もう大戦犯とされるような出来事。ああ、そうね、こっちができちゃった、それはかわいそすぎるっ て、 っていう、ね、だからよかれと思ったというかね、はい、サリー顔はね、はい、あ、確かに確かに、というようなポイントで第3位がサリーなんですけども、うん、続きまして第2位、はい、これがピグレットです。ピグレット、はい、ピグレット、プーさんがなんかどっか行こうとしたりとかするわけ、うんうん、なんか森の奥の方行ってみようよとか、ゾウとヒーたちだってとか、うん、でピグレットは言うわけ、うん、マジでやめよう、
マジで良くないから、こういうの本当に良くないから、本当にビビってるとかじゃなくてマジでやめよう。いやいや、いいじゃん、大丈夫だよ、行こうよ、行こうよ、もう俺やだって言ったってってなったら、ほらーってなるよ、いつも。俺、プーさんあんま見たことないけど、うん、マジなんでだろうね、そのシーン何百回見た気がするわなんかプーさん基本そんな感じなんです。なんかピクルだったら絶対そうよね、うん、はい、ダメ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 、もうだもんね、うん、もう想定しうる最悪のパターンが起きるっていう、うん、そうそうそう、だからそんなイメージあるわ、はい、巻き込まれてますから、ピグレット。ピグレットマジでそういう体質かもな。はい、不運体質かもしれない。そうなんですよ、ピグレット本当にかわいそう。だからそんなイメージ本当にやったら怖い話みたいな。そうそうそう、一覧やめようよだよね。そうそうそう、女の子がトンネル行くのやめようって、うん、で手形バーンとかね、そうそうそう、ほら言ったじゃんっていうのがプーさんですから、はい、ピグレットはやっぱ不運でかわいそう、不運と確かに不運ということでございまして、そして第1位です、はい、テリヤキチキンレッグを4つ。この第1位が、これはもうなんと言ってもオーロラ姫です。おー、あーオーロラ姫ね、はい、オーロラ姫、もう生まれた数秒後にもう不運ドンピシャ、はい、マジで不運スタートだもんな、むちゃくちゃ不運スタート、しかもだからそうだな、はい、まあ、ウォーリーもそうだけど、はい、やっぱ抗えない不運はなしよな。そうですよ、っていうのはちょっと残念、まあ、その前の部分に重きを置いてですね、うん、それだけ頑張ったのにとか、うん、まあ、ピグレットがちょっと中でも秀でて巻き込まれがちっていうのはあるんですけども、うん、そのようなランキングとさせていただきました。なるほどなるほど、はい、いいランキングでしたね、はい、さあということで、本日の動画は以上となります、はい、また明日の動画でお会いしましょう、また明日。今日の大喜利いまいちだったよねどんな忘れてたわ、そうだ、歌詞の後にこれはね、うん、もう僕が編集するんで使うか分かんないですけど、うん、TikTok でね、元キャストですって歌ってる人がいるんですよ。おう、もう多分これで特定できちゃうんですけど、うん、で、元ディズニーキャストとして質問に答えてるわけですね、うん、で、少なくともテレビでは、うん、ディズニーキャストさんやってましたって言っちゃダメなんですよ、うん、だし、そのような船長ですとか言ってくれてる方だって外で私、中で働いてますって言わないような配慮をしてるから、そこが美しいじゃない。だから、いわゆる僕、船長役やってますじゃないもんね。そう、船長です僕だもんね、うん、じゃない。で、すごく美しいじゃない。美しい、そういうのコメントくれるすごく嬉しいわけ。嬉しい、両方の意味で。いや、その自分のフォロワー増やしとか、うん、そこの欲求満たしのためにその人たちがこんなに美しいことしてくれてるのに、元私キャストやってます、何でも答えますよのスタンス取ってんのはマジで俺許せないわけ。なんかさ、長くなるぞこっからあのさ、なんかさ、そういうやつに限って、うん、なんかさ、段階の世代とかがさ、うん、今の赤いものはダメだとかさ、うん、言うじゃんか、うん、まあそれはしょうがないのよ。一部が良くないとして、この一部が良くなかったらみんなが良くなく見えんのよ、うん、でもこの本当に良くない人たちがふざけんなよって怒んのよな、うん、意味わからんから、こいつらのせいで俺ら言われてんだから、うん、その元キャストってやつももう切相ないわ。そのいや、あると思いますよ。本人の中では元キャストだからこそ伝えれる情報がとかあると思うんですけど、うん、じゃあせめてそのような言い回しとか、そう、おしゃれな言い回しでいいよねとか、うん、それもうここの僕に DM くれてる人たちの、うん、この素敵さをすごく泥塗られてる気がして、まあ、全部台無しにする感じよな。マジで許せないのよな。いや、マジで良くないと思うな、うん、なんかオツじゃないよな。そうだから、元キャストってニュアンスが分かっていいのよ、うん、こっちは多分、うん、受け取る側が、うん、けど言い方変えてほしいじゃん、うん、元キャストじゃなくて、なんかなんだろうね、夢の国、から引っ越してきましたとかでもいい、ね、例えば分かんないけどね、そうそうそう、なんかそのこっちのこの夢の国の感じは好き、ずっといてほしいというかね。そう、それを歌うなら、歌わないでやるんだったら全然いいんですよ。だって俺が元ディズニーキャストだったら冷めるじゃん。冷める、すげえ冷めるじゃん。冷めるっていうか、うん、そうだね、うん、だから違うわな。そう、うん、あ、なんだろう、その、あ、そうやって手に入れた知識なんだというかさ、うん、好きで頑張ったじゃないというかね。そうそうそう、ってのがあるじゃん。で、実際にそうじゃないからあるんだけど、うんうんうん、いや、それはちょっとマジで許せないって思う。確かにな、あ、それ、そうだね。やっぱ、いや、いいな、やっぱそのなんか例えとかじゃないんだって、お前のせい、感情が聞きたいんだって、うん、こっちは
おかしいじゃん、マジ腹立つわ、そういうやつ。そう、こんなん言いたくないけど、うん、ちょっとその、うん、許せないですね、これは。フェイフェイ、なんかそのすんごい親バカみたいなこと言うけど、うん、フェイフェイがマジ正しいけどな。なんか、うん、まあこれもあれだけど、うん、某 TikToker もさ、はい、なんか知識疲労体系、疲労系の、うんうん、ディズニー TikToker もさ、うん、コメントにさ、はい、今度フェイフェイさんとなんかクイズバトルしてくださいよ、はい、みたいな、いいよね、嬉しいじゃん、はい、そのファンの人ね、僕が見てるのは知らないところでね、うん、その人がなんかボコボコにしようぜみたいなさ、いやいやいや、なんかもうちょっとさ、お前夢の国扱ってんだからさ、そうそうそう、俺がナファエロさんボコボコにするとか言うの嫌でしょって。嫌でしょ、ただ一個言うのは、お前もざまあみろとか言っちゃう。お前はお前で、俺も俺でね。そう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 、はい、お互い気をつけるとこあるんですけど、ね、そうそうだ、お互い気をつけましょうですね、はい、みんな気をつけましょう。でも夢の国扱ってるんですから皆さん、はい、夢の国のブランドが下がりますからね、もったいない、本当に、大好きなディズニーって言ってほしいなっていう、たかだか TikTok ですからね、やめましょう、その TikTok で楽しく TikTok しましょう、はい、ね、そう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 、わかりますけどね、そこの欲求満たしたいのは、そうそうそう、わかりますけど、ちょっと許せないな、これで一本いけるかな。まあ本編よりは長いですね。